ホラーナイト SE スタジオ。厄介なやつが後ろにいますけど。さあどう笑いに変えていきましょう。挨拶考えてるって言って挨拶ないからねこれ。さあ困ってますよこの人も。困ってますねこれ。どこの誰でもねお前とメキシないです。なんつうめぐみんさん。なんつうなんつう。のりさんが見せてくれる。ああそうだな。チャンネル登録。ベルクラじゃねえか。一発でベルクラさんだと思ったけど。まあ、明るく入っておりますけど結構ヘビーな題材となっております。なんですか、まあ、その題材はね最後にお話しするとしまして、まあ、最初にある動画をご覧いただきたいです。より霊が見える方法を試したらありえない量の怪奇現象が起きたと。この動画なんと1個の動画で自分たちは確認できてない調査班ホラーナイトの現象が6、7個起きてる。マジで？マジで？なんで盛り上がってんの。シチっていうタイプだ。どうでもいい。それね、変なね、太ったヤンクミがどうでもいいって言うぐらいどうでもいい。太ったヤンクミ言う。太ったヤンクミ。2分30秒に女の声が入るみたいです。おー、いきましょう。またですか。なんだ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 。今、ふーんってやつがっつりすぎてさ、おかしいよね。なんで気づかないの。ため息分かってさ、ため息拾っててさ、それでこれ気づかない。確かに編集終わって書き込みの時点そうに入ってるんじゃないかっていう。あと入れなんじゃないかみたいな。そう、くしくもメンバー一緒やん。ほんとだ。うわぁ、そうよ、やめろって。おいおいおい、続いて2分43秒にドアの右に顔が映ると。ガチ、そんなわけはないと思います。いや、これは見間違いだろ。エアコン怪しいな。エアコン見えない、影。んってやばくない。ん、なになに、ここ見える。耳らへん。そう、耳のこの横にちゃんと出てくるのね、肌色が。うん、確かに。大輝の腕見て。どう考えてもおかしいね。どう考えても無理。出ないんですか。これ無理なの。ああ、確かになんかおかしな方向に。そう、大輝の手がこうなってるから。こんなんなのよ。うわ、ええ、気持ち悪い。しかも、出てくるの、ひょろっと。今俺見たけど、アップの瞬間ないの、ほら、ない。ないね。いきますよ。エアコン見えない。ほら、今、ああ、え、ひょろって出てきた。肉みてえなのが。なにこれ。これ何なんだろう。気持ち悪い。顔かは分かんないですけど、何かおかしな現象は起きていると。ちょっと変だね。続いて4分10から18でまた顔が映るらしいです。またっすか。顔みたいな。俺そっち系だった。じゃあまあ2個目。うわー、びっくりした。パッツモン、これ1個目で。これもうやばいんだけど。これは分からないと。 ST 調査班の皆さん、細かく書いてください。確かにどの辺ってね。見える人には見えてるのかな。あ、そういうこと。そういうことか。続いて6分5秒。6分5秒。テレビの右下が光ります。4分47秒にこれまた声が聞こえるらしい。4分47秒にこれまた声が聞こえるらしい。うわうわー、すげえ。霊感だね。ほんまや、完全映ってる。すげえ。懐中電灯みたいな光らしい。そう、位置的におかしいもんね、そこ光ってるの。まずいや、違う、光り方がやばい。あんなん誰も動いてないから、ほぼ。俺がちょっと手動いてたけど、俺の手と動きと合ってない。うん、その前にも動いてたし、同じ動きなのに光ってない。俺らが毎回見てる光はあんな感じですね。いや、あんな眩しくないと思う。あ、もう眩しくないけど、ああやってもうめっちゃ光る。まあ、もう映ってるから。うん、もうこれが事実ですね。続いて5分56秒に、はい、うーという声が聞こえる。すっげー、眩しく。ここら辺だけなんかパッて光って消えたって。でもこれはまあ紛れすぎてちょっとよくわからない。確定はできない。違和感あるぐらいですね。続いてラスト、はい、8分52でテレビが光ります。また光るな。それがなんかね、やだよね、あそこのエアコンね。それがなんかね、やだよね、あそこのエアコンね。まあこれはぐらいだとちょっと我々 AC スタジオではピックアップできない。このレベルだったらね、一軍入りできない。この動画もおかしな現象は多数起きていたと。まず1個の動画でこんだけ入ってることがもうやばいから。まあ今なったね。おい、すごいね。すげえな。続いてじゃあメインの方に移ります。はい、ということで大問題の映像をご覧ください。どうぞ。これ大丈夫かな、やって。わかんない、別に普通の人。どんな顔してる。どんな顔してる。悲しい顔というか、普通だね。普通の表情、普通の感じ。その人は大輝についてるの。そのと、その、それか、そこにいるのか。そこに立
通にいるの？そこに立ってる？怖っ。めっちゃ汗かいてきた。やばい。やばいやばい。やばいよ。それはやばいわ。それはやばいわ。グレーの T シャツ着てはるよ。グレーの T シャツ着てるって。うわ、全くちゃうやん、誰も。ちょっと覚えといて。もしかしたらこれからなんか。動かないからなんか。気持ち悪い、気持ち悪い。やばい。とりあえずじゃあ場所を移すよ。え動かない。マジで今で電気がやばいって話迷ってるって今こいつが今体が動かん今。え電気つけ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 話迷ってるって左肩めっちゃ重い今言われた瞬間まだいる。うんずっといる。え頭上やばいってまだ動けない。え動けないんじゃん。えメンバーやと思ってたって左肩がマジで動かない。え重さ今左肩がマジで動かない。左肩がめっちゃ重い。ちょっと引っ張りたいけど全力2発2発2発。うわぁ左肩めっちゃ重い。まだいますか。まだいる。メンバー通るなって。はい、ということで、この前ね、タマオとボドカとコラボした時の映像なんですけど、タマオの動画見ればわかるんですけど、その霊能力ある知り合いの女の子にテレビ通話をして、この家大丈夫かどうか見てもらうみたいな企画してて、でその間にも結構やばいこと、やばいやばいってなってて、結構緊迫感あったんですけど、撮影が終わってからまたその女の子が電話来たみたいで、出たらめちゃくちゃ泣いてて、それからなんか霊が自分の方に遊びに来ちゃったみたいで、一人暮らしなのに玄関にある靴が反対にされた。そう、その反対のされ方超気持ち悪い。本当に綺麗に。そうまんま。こういうことでしょ。真裏。ええー。でもうやばいってなって泣いて電話してきたんだけど、その時にもいろいろ教えてくれたんだけど、びっくりしますよ。いやちょっと触れんの怖いんですよ。怖い怖い怖いんだよ、マジで怖いんだよね。マジ。怖い。でも指さすのやめときますね。強兵の横人いるらしいです。前かよ、マジ。じゃあ俺。あ違う、強兵じゃなくて。左もう普通にそこにコンダナ、コンダナの前にもうずっと立ってる、立ってるんですらしい。えマジ男の人がよくさ、この席ってさ、声がめっちゃ出てるじゃん。うーってやつか。そうで、いつも強兵がここに座ってるから、そう強兵が疑われてた時あったじゃん。はいはい。で、一致しちゃうの、その人が言ってることと。普通メンバーだと思ったら。そうそうそう、それが一番びっくりした。メンバーだと思った。その女性はもう見えすぎてくっきり。なんか今やばい音してる。でもマチみたいな変な音してる。どんどん言ってるけど、どんどん言ってたよね。言ってたよ。触れちゃいけない。これまずいやつも。まずいと思うんで、簡潔に言いますと、多分 4,5 体以上いるって言われてて、1体がどういう人なのか判明したっていう、報告の動画ですね。それすげえ尊敬してきた。いやマジで尊敬はやばい。やばい。なんかグレーのシャツを着てるらしくて。そう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 。30代男性。めっちゃ分かってるのにそこまで。もう見えてんだって。左肩がマジで動かない。重さ今。がっつりメンバーかと思ったぐらいだもんだって。ここに台来た。お。え？がっつりメンバーかと思ったぐらいだもんだって。ここに台来た。お。え？聞こえた声。聞こえた。ドンピシャの位置から声した。マジで。ガチ。いや。でもあの悪い例ではない。本当にそこにいるだけみたいな。だって大輝なんか体動いてなかったよ。って本当に顔やばいよね、この時の大輝。見たことない顔しても。キャラ見れば分かる通り、そういうそういうことでふざけたりしないし、女性がいるのは確実なんじゃない。確実じゃないですか。そうだね。女性もいつか何かしらの形で判明するのかなと。うわ。もう一個動画があるので。結構深刻だし。一応見てください。どうぞ。明け渡し直前。うん。開いた。え？え？俺のやつや。え？一緒。やばい。え？入ってきましたねここ。もしかしたら。ね。俺今こう。え？マジ今の。聞こえた聞こえた聞こえた。ドン聞こえた。ドンつった。やばい。今聞こえた。マジで聞こえた。俺が開け渡しこうした。こうして作業の前にこうなった。マジ？いや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 。まあまあやばい。やば。こうじゃないからね。ちょ揺れた。こうだから。もうドアノブ。そう。え？いやもうやばかった。俺そばにいたけど。どう見ても三四体はいるから。うん。ここのフロアにいる。大丈夫？大丈夫？何？ジリリリリリリ。ジリジリジリつった。何？絡んだ。何の手今？ここ怖いわ。やばいね。後ろが。後ろがもう撮影どころじゃなくなってる。ちょっと俺やばいよ。ちょっとやばいです。ほら、この女の人。シャキッとしましょう。オッケー。はい。はい、ということで、はい、これからもね、ホラーナイト皆さんのために楽しんでもらうために頑張っていきますので、はい。少しでも恐怖を感じたりね、鳥肌立った方は、そうね。はい。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。
ぱい。あれメンバーやと思ってたって。方がマジで動かない。え、重さ今。がっつりメンバーかと思ったぐらいだもんだって。ここにないギター。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。